はい、今日も灘と薬草天国、はい、土砂降りでございまして、本日は6月18日、はい、収穫出荷ですけどもね。さあ人参取りましょう。カッパがあるの忘れてました。普段カッパとか着ないんでね、私ね。さすがに今日は着ないと。カッパはね、皆さんね、いろんなのがあるんですけど、安いやつでいいです。そんなにね、1年の間にそんなに着るわけじゃないんで、私はね、ほとんどカッパも着ないんですよ。どうせ濡れるんで。なのでね、いつも適当なんですけど。今日は雨が降ってるから、人参は取りやすいですかね。隣のベッドどうなんだろうな。よいしょ。隣のベッドはまだ小さい感じですかね。ちょっと生育がね、今年は春はあんまり良くなかったですね。ちょっとこの辺草多いですけど。ね。ちょっと、あれでしたかね。もうデロンデロンでございまして、土なのか泥なのか人参なのかよく分かりませんが、どうですか。いつも言いますけどね、これで野菜のお値段は変わらないんですけどね、作業性のこの悪さ、著しく悪いわけですけど、そんなことはね、農業の世界においては何の言い訳にもなりませんので、百姓はね、こういう世界ですのでしているというより、なんかドローン化遊びをしているという状況でございますね。これが農業の真実ですよ、皆さんね。土作りがどうとかね、そんなことはね、まあ2の次3の次なんですよ。雨の時にね、こうやって野菜を収穫するというのが農業でございます。これが真実ですよ。そんなね、田舎暮らしのどうのこうのとか、そんな甘ったるいことを言ってちゃ、これが皆さん田舎暮らしの真実ですよ。どうですか。見ていてかっこいいですか。もちろん今ね、私はね、全身ずぶ濡れで。ね、パンツの中ももうずぶ濡れで気持ち悪くてしょうがないんですけど、まあそのうちね、慣れるんです、こういうものはね。諦めるしかないので、はい。
ね、農業で一番大事な才能の一つ、諦めるってことですね。はい、諦めないとダメなんですね。いろんなことを諦めて私もやってきましたね。かっこいいとか悪いとかね、どうとかこうとか、そんなことはね、百姓には関係がありません。ちょっとここ草覆われちゃったね。現在私は雨の中、この豪雨の中、人参を収穫しております。ね、我が農園は火曜日と金曜日、何があろうと収穫、出荷をね、やめるわけにはいきませんので、残念ながらね、このようにたまたま火曜日と金曜日が豪雨だったということでございまして、だからね、今日は出荷しませんというわけにはいかない。火曜日と金曜日は何があろうが収穫するわけでございまして、お客様も待ってますからね。明日届かないと困るお客様もいるわけですね。業務用もやりますしね。よいしょ。百姓はね、こういう雨の時もあれば、辛い時もあれば、苦しい時もあれば、辛い時もある。あれ辛い時しかないじゃない。ね、楽しい時はいつなんだと。それは果たしてあるのかと。ね、めっちゃボタボタ落ちるな。よいしょ。
どこに人参があるんだ。人参を掘ってるというよりも、何か泥の中から何かを救出しているというようなものですな、これ。参ったね。スコップで掘るしかないか。デレンデレンでございまして、やっぱりあれですよね、農業ってやっぱり罰ゲームですよね。え？違います？この職業はやっぱり罰ゲームですよね。この時代にこの仕事を選んだ私が悪いんですよね。違います？皆さんはどう思われますか？いや、そりゃ罰ゲームですよ、百姓農園さんというふうに思われますよね。一生懸命勉強して頭のいい優秀な人たちが集う会社に入れば、こんな苦労は必要ないんですよね。そして仕切る側に回れば一生安泰で、何もせずにお金が入ってくる仕組みがあるんですか？私のような、アホタリンの百姓には無理でございますが、そういう人はこうやって泥にまみれて働くしかございません。世の中はそういうお利口さんな仕組みを作った人が勝ちなんですか？どうやらそれが正解みたいですね。どう思われますか皆さん。あんな風になっちゃダメよっていうのがね、これを見て世の中のお母さん、小さいお子さんをお持ちの世の中のお母さん方ね、この私の動画を見てあんな風になっちゃダメよという風にね、ぜひお子さんにお伝えください。お役所さんになっちゃったら
ね、あんな目に遭うのよと。こんな土砂降りの雨の中仕事しなきゃいけない仕事なんてね、そういうのはどっかの誰かに任せとけばいいんだよ、ね、そういう話ですよね。いいですね。そう思うと余計にこうこの百姓という仕事の意義が見えてきますよね。誰もやりたくないね、だからこそやるんだと、誰かがやらなくてはいけないんだと、ね、どうですか、そのように勝手に使命感に燃えてやる必要はあるんでしょうかね。え、ぜひ環境系をね、地球のためとかいうことをね、普段おっしゃってる方はぜひね、私の畑に来てね、こうやって雨の中一緒に収穫作業をしていただけると、地球環境のためというのがね、リアリティを持ってお分かりになるかと思いますが、いかがでしょうか。歩くのもままならない。さあ皆さん、環境問題いかがですか。環境問題の専門家の方々、現場はこうですが これをやろうという方は、専門家の方はおられませんか。口ではね、何とだって言えるんですよ。口ではね。しかし実際に農業をやるっていうことはこういうことなんですね。オーガニック農業をやるね、それはおしゃれでしょうか。おしゃれとかおしゃれじゃないっていうのは関係がないんですね。かっこいいことでしょうか。かっこいいとかかっこよく悪くないとか、そういうことは関係がないんですね。でむしろ多分かっこ悪いんですけどその超えたところにあるわけですね。当たり前ですけど、でもその当たり前のことっていうのはなかなかね、伝わらなくて、研修時代から数えて30年弱、私はこうやってね、いい時もあれば、いい時あんまないけど、こういう雨の時もね、収穫してきましたけど、今日はそういう日だったっていうだけでね、人間にとってね、今日は雨というだけで、本当の意味での地球環境ね、地球にとっては雨もまたいいことじゃないですかね。だからね、私は人間ですけど、人間にとってね、百姓にとってたまたま今日は雨でね、収穫がちょいと面倒いっていうだけでね、別にだからなんだっていう話なんですよね。だから人間の苦しみなんてものはね、地球から見ればなんてことはないんですよ。我々人間がのたうち苦しみ回ろうが、それは地球にはね、基本的には関係のないことなんですよ。人参で捨てちゃった。
こういう辛い時ね、なかなか大変な時はでもいろんなものが見えますわな。自分自身も含めてね、自分の弱さ、自分の適当加減ね、自分の未熟さ、そことこう向き合うわけですよね。誰でもそうだと思いますけども、早く家に帰ってあったかいお風呂に入ってって思うじゃないですか。それは人間だからみんなそうなんだけど、だけどね、そこを少しこう踏ん張るだけで、この先にあるものっていうのはね、見えてくるわけですよ。いい経験なんだろうと思うんですね。こういう経験をたくさん人生の中でね、することでね、魂は磨かれていくはずなんですね。辛いことだけをやるっていうことじゃなくてね、真実を経験していくってことが大事ですよね。真実っていうのはどこにあるのかってね、これですよ。土の中にあるんですよ。だから皆さん、農業って土作りじゃないんですよ。土作りは理論上いくらでも適当なことをね、口で語ることができるんですよ。そういうことをくっちゃべってる人っていっぱいいるでしょ。違うんですよ。土作りじゃないんですよ。野菜を作らなきゃいけないんですよ。野菜を作ってね、販売して生計を立てるってなると、こういうことになるわけですね。あ、しんどいことになるわけです。そのしんどいことの先に何か大事なことがあるんですよね。このカメラワークも悪くね、水滴で見にくいかもしれないね。でもこの動画の中におそらく百姓としての真実があるはずなんですよ。違いますか？だからこういう動画は僕はとてもいい動画だと思います。見にくいでしょう。何かを伝えてるわけでもないけど、でも百姓としてはこれが今日のね、2024年の6月18日のとある百姓の畑で起きていることなんですよ。そのことはとても大事なことだと思いませんか？真実はここにあるんです。皆さん、農業の真実はここにあるんです。オーガニック農業の真実はここにあるんです。口先三寸でね、土作りやね、語ってるわけじゃないんですよ。どこに真実がありますか、ね、何が真実なんでしょう。農業の真実というのはどこにあるんですか。
なんかレンコンの収穫みたいになってきてね。レンコンの収穫も意外とね、あれはあれであれなんですよ。機械をこうね、ホースを使ってやるので言うほど大変じゃなさそうなんですけど、今日は泥の中から人参を収穫しております。もうちょいですね。なかなかやね。はい、こんなもんですかね。撤収。軽トラまで遠いな。参ったね。